公民権運動は社会運動としては体制の転覆を目指す革命運動ではありませんでした。キング牧師はその有名な演説にある通り、黒人と白人が公園で一緒のベンチに座っていることを夢見たのであって、白人を公園から追い出そうなどとは考えなかった。マルコム X やブラックパンサーのように一種の政治革命として黒人解放を捉えた人たちは存在しました。しかし彼らが考えたような政治革命は成功しなかった。そもそも政治革命としては何をもって成功と呼ぶのかが彼らの場合にははっきりしていなかったと言えるかもしれません。アフリカに帰って新しい国を作るのであれば、アメリカを白人にいわば明け渡すことですから、アメリカにとっては革命でも何でもない。それからブラックパンサーは私たちが今問題にしている50年代末から60年代前半にかけてはまだ登場しておりません。けれども黒人解放運動は最初から黒人自身にとってはあくまで革命運動であるところを持っていたはずです。自分たちの生活が以前とは全く異なる地平に移行することを目指したわけでありますから、政治的な獲得目標がどこに置かれていようといまいと、黒人解放運動は白人が支配する体制と戦うことで自分たちの歴史に切断を持ち込もうとした。ただその一点においてのみであっても、それは革命運動と呼び得る質を持っていたと言えるかもしれない。具体的な何かが改善されるだけではなく、アメリカにおける黒人の歴史がそれを境に変わったと言えるようなところを持たなければ、公民権運動は黒人にとって解放運動としての意味なり質を持たなかったはずです。私がここで問題にしたいのは、革命のただ中における時間経験です。時間経験としての革命と言い換えてもいいかもしれない。切断の結果としての新しい時代はいつ始まるのでしょうか。それは革命が終わった時なのか、始まった時なのか。同じように古い時代はいつ終わるのでしょうか。革命が始まった時に終わるのか、それとも終わった時に終わるのか。これは考えてみれば実は答えようがない問いのはずです。そもそもひたすら客観的に見ようとした時には、革命は本当に時代を変えたと言えるのか怪しいところを常に持っています。王様の首をはねたフランス革命でさえ、あんな騒動はパリという、限られた都市に現れた表層的な事件に過ぎなかった、革命と呼べるものではなかったという主張が実際にあります。革命というのはいわばその存在そのものが疑わしい出来事であり、それがいつ始まりいつ終わったのか、どの時点何月何日がメルクマールなのか、決して革命って確定できないんです。だから古い時代の終わりと新しい時代の始まりもまた確定できない。革命はつまりそのただ中において過去と現在と未来が順序関係を失う出来事であるというふうに言うべきでありましょう。その中では人々はいわば未来を先取りしながら、つまり未来を現在の時点と積極的に混同しながら、まだ終わっていない過去と戦っている。さらにもっと古い過去、現在とは完全に切れたような古い過去を持ち出して、今につながる近い過去を断罪するということもする。過去がまだ終わっていない、過去になっていないのに未来はもうここにある。それがいわば革命という時間経験です。革命は歴史の切断点であるのに、その瞬間の中に名前の由来となった、回転する時間の性格を封じ込めております。終わりと始まりが交差し癒着するわけです。そういう意味における時間のゼロ地点を、フリージャズは音楽の中に持ち込んだのではないでしょうか。というか小説構成も定型リズムも調整も持たず、聞き取りうる反復構造を備えていなければ音楽は革命的なものにならざるを得ない、革命のようにならざるを得ない。アンサンブルの内部においては、反応という現象は起きているでしょう。というか即興のほとんどは反応からできているかもしれない。私というパフォーマーは常に誰かの音に反応して、その後から自分の音を出している。けれどもではその時誰かの音が別の誰かの音よりも早い先であるということに何か意味があるでしょうか。
私が反応した音はそれ自体私が出した音への反応であったからです。この反応の連鎖をたどっていくと時間は過去の方に進んでいきます。しかし反応することで時間は前に進んでいる。これはソロの演奏でも同じことのはずです。私は自分の演奏を聞きながら、つまり自分の音に反応して次の音を出している。次の音を出すときには私は過去の方を向きながら出しているけれども、私がこれから出そうとする音が一番早く未来に到達する。まあ、こういう前後関係を意識などしていたら演奏は止まってしまうはずです。過去が終わらないうちに未来を手繰り寄せることを続けていなければ演奏は持続しない。即興を続けるとは早い遅いの関係を無化する時間を持続させることです。革命も同じでしょう。革命は歴史の先頭に立って未来を手繰り寄せようとしながらも、その渦中では皆が革命に遅れまいと必死になっている。つまり当事者全員が遅れを自覚している。置いてきぼりを食わないように必死になっている。もう私はあるパフォーマーからそのパフォーマンスが終わった後にこういう感想を聞いたことがあります。まあ、ちなみに彼は音楽家ではありませんけれども、まあ、まさに即興の人です。まあ、彼は共演した人についてこういうふうにほとんど言い捨てたんです。いちいち反応するな、やりにくくて仕方がない。共演者に向かって面と言ったわけではありません。そういった上でこう付け加えました。反応なんかしていたら遅れる。また別の演者からこういう別の感想を聞いたこともあります。あんな独画論的な人とは一緒にやっていられないよ。まあ何の反応もしない自己満足的なという意味でしょう。これもその共演者に面と向かっていったことではありません。まあ、実を言いますと、この2人の感想は一つの同じパフォーマンスについてのものです。つまり2人は共演しておりました。しかしパフォーマンスは全部で4人で行われていて、2人の感想はお互いに対してのものではない。さらに2人の不満はそれぞれ別の人に向けられておりました。まあ、私としては残りの2人の感想も聞いてみたかったんですけれども、まあ、その機会は幸いにしてというか不幸にしてというか訪れませんでした。そして私もあの人はこう言っていたよとは4人の誰にも喋っておりません。まあ、告げ口のという悪趣味を持っていないからではなくて、私には2人は実は同じことを言っているように聞こえたからです。集団即興演奏では絶えず反応していなければならないとならないのと同時に、決して反応していてはならない。まあ、2人ともそういうふうなことを同じことを言ってるんじゃないか。この矛盾を無化することが即興であろう、まあ、そういうふうに2人とも言っているように聞こえたわけであります。まあ、フリージャズと公民権運動の関係に話を戻しましょう。1964年にその名もジャズ10月革命というイベントが催されています。セシル・テイラー、アーチー・シェップ、ポール・ブレイといった、まあ、フリージャズ運動の担い手たちが参加しています。公民権運動の方では62年にマルコム・X が暗殺され、63年にはバーミンガハム運動、ワシントン大行進が立て続けにあった。つまり暴力的な要素を抱え込み、また抑え込みながら、まあ、運動がどんどん高揚していた頃です。そのただ中でジャズ10月革命というイベントは催されました。10月革命といえば、実は誰しもまず1917年のロシア革命を思い浮かべます。この1917年の革命、この歴史的出来事に相当するものとしてイベントが開催されたことは間違いないでしょう。またその名前を名乗ったことによって、今アメリカで起きていることは革命であると外部に向かって表明する意思もあったはずです。そういうイベントが開催されたこと自体が黒人解放運動が持っていた革命運動としての質の表現であったと考えてもいいかもしれない。逆にフリージャズが革命として自己主張したことにより、黒人解放運動の革命性を感じ取った人々もいたはずです。とにかく音楽における革命と街頭における革命がお互いを表現し合うような関係が60年代のアメリカにあったことは確かだと思います。当事者たちは、どちらの当事者たちも社会的にも音楽的にもまさに同じ時時間を過ごしていた。それだからではないんでしょうか。